夫大丈夫。私が切るのはそこの霊体だから、そっちの体の方には傷一つつかないわよ。ああごめん嘘、ハクの方を傷つけたら体に帰ることがあるかも。ま、その辺はうまくやるから安心して高みの見物してくださいな。合宿先で体調を崩して原因不明の意識不明、責任問題になったらちょっと葵先生苦労するかもしれないけどさ、幸いこの子そういう場合にうるさい親とか親戚なんかはいないんでしょ。右は南無八幡大菩薩。願わくばこの一間分呼ば切らせたまえ。突然飛び出してきて危ないじゃない。いきなりうちの部員に切りつけるなんて、危ないのはどっちよ。大体何それ、よく見えなかったけど刃渡り15センチ以上あるんじゃない。さあ、気のせいじゃないの。ヤスミ、この急性期は私が追ってる剣気とは無関係だろうけどさ、邪魔立てするなら仕方ない、無理やりにでもどかすまで。オサ、本気なのね。神竜が舞の手じゃあダメ、こんなこけ脅しで。Thank you.
だよね。ありゃ不発。バカね、巻き技って奇襲技よ。一度昼に出した相手に。そういえば、補佐の剣技の底が見たくてちょいとサービスしすぎたかもね。剣技に似てはいるけれど、似ているだけで数段を取る。例えば補佐が強者なら、剣技の剣技は大駒の飛車、前に加えて後ろにも左右にも長く伸びてくる。あら、心当たりあるコメントだったかしら。その技もう私には効かないわよ。じゃあ裏技で行こうか。ステン王神流が蛇の道、蛇の目。同じ技。こっちの方の蛇の字は天の尺の蛇、すなわち蛇の目。回転が逆。それに何の意味が。あらゆるものの動きを止める蛇眼、狂眼、イービルアイ。それじゃ、喉を狙うわよ。どう？体が動かないでしょ。あなたは蛇の目に見入られた。
休み、休み、気がついて。何？私が休みを説得するから、それまで右側は手を出さないで。何よバカな。休みが私の正気を吸っても、私がそれを認めているなら誰にも迷惑かけてないでしょ。何よバカな。一昨日昨日のケースだと、自分の疲れを姫さんに押し付けた程度の被害だったけどね。今のその子は手負いだから、どれだけ吸うのかわからないわよ。何よバカな。よかった、休み、気がついた。翔子先輩。あれ、右輪さんがこの部屋に。だったら今のは夢じゃなくて。今度は自覚症状出たみたいね。
さて、睨み合っても時間の無駄だし、こうしてる間に本命に逃げられたら目も当てられないわ。ニキはどこに？さっきの場所に戻るのよ。私に後ろめたいところなんてないから、逃げも隠れもしないわよ。あんたたちがここにいる以上、これからも顔を合わせるわ。だけどこれからご飯だけは別に食べた方がいいかもね。あんたたちが美味しく食べるためにも、私の健康のためにも。誰が一服盛ったりするか。それより、休み、大丈夫？ダメです。私、もうダメです。やっぱりダメなんだ。お母さんとの約束破ったから罰が当たったんだ。休み、ずっとずっと言われていたのに、何があっても浦島には近づいちゃダメだって。私、合宿休めばよかったのに。休めばよかったのに、みんなと一緒の、翔子先輩と一緒の合宿が楽しみになっちゃって、島に渡らなければ大丈夫だって。休み、一体何を言っているの？浦島で生まれて育ったから。けどお母さんに、島にいたら危険だって。島に近づいたから、今日みたいなことに。わかりません。九郎様のお祭りが近いから。わかThank you.
じゃあ休みの知ってること分かることを私に話して。翔子先輩。私、お母さんが私を連れて島を出るまでは根方休みって名前だったんです。根方？根方さんって九郎様を祀っている根方さん、根方九郎流の根方さん。休みの美の字は美しいじゃなくて蛇年の美なんです。九郎様は蛇神様だから。根方休み。じゃあ私が昔浦島で会ったことがある女の子は。私、島にいる間は全然病弱じゃなくて。休み？私にはお姉ちゃんがいたって言いましたよね。お姉ちゃんの方が病気だったらしくって、家から出させてもらえない人で。そのお姉ちゃんが亡くなった時にお母さんが私を連れて島を出たんです。こんなところにはいられないって。もしかして病気なんかじゃなくて呪いみたいなものなのかもしれませんね。私、学校に戻れなかったら、私、もうお父さんのところに戻るしか。この先どうなるかわからないですけど、それがいいのかもしれません。大丈夫よ。休みがそんな体質でも大丈夫。だけど、ですけど、学校に戻ってもこうだったら、私は。今日みたいに無意識に桃子や亮の親しい人、それから私たちを傷つけるのが嫌なんでしょう。疲れることをしないで、疲れたらちゃんと回復させるようにすれば、むやみに人を襲うようなことにはならないはずよ。でも、それでも疲れてダメそうな時は私からすればいい。え？この先ずっとなんて保証はできないけど、私が卒業するまではあなたの面倒見てあげる。私の力が及ぶ範囲であなたを助けて、あなたを守ってあげるって。
私は部長よ。部員の面倒を見る責任があるの。だったら私辞めますから。それなら翔子先輩、そんな約束しなくてよくなりますよね。あんなに頑張って入った部なのに、みんなと同じ練習が無理だからって足を引っ張らないようにマネージャーとして残ったのに。だって私翔子先輩に迷惑かけたくないから。私マネージャーですから、私が先輩たちの体調管理しなきゃいけない立場なのに。なんで部長だからってそこまでしなきゃいけないんですか。たかが高校の部活の部長じゃないですか。部と無関係な問題じゃないですか。部長だから。部長だからじゃないのかな。私が休みのこと、頑張ってる休みのこと放っておけないからだと思う。多分そういう休みのことが好きで、好きだから放っておけないんだと思う。それに幼なじみでもあるわよね。一緒にいたのは数日で、しかも今でもよく思い出せない薄情極まりない幼なじみだけど。だってあんなことがあったから私も正常に入学して先輩に会うまで翔子ちゃんが生きてるなんて思わなかったから。お願いしてもいいんですか。約束してもらっていいんですか。私は嘘って好きじゃないし、嘘つきにだってなりたくないわ。知ってます、嘘が下手だってことも。私下手なのね。だから先輩の言葉は信じられます。そう。翔子先輩、私翔子先輩のこと好きです。だから私ももらうだけじゃなくて先輩にいろいろもらってほしいです。先輩が私を支えてくれるなら、私も私のできる範囲で一番近くで支えられたらって思います。私も私ができる範囲で助けたり守ったりしたいです。近くにいてくれるんだ。約束してくれる？はい、約束します。指切った。
それにしても何やら複雑な心境よね。え？私はね、私こそが急性期なんじゃないかってかなりのところまで疑ってたのよ。翔子先輩がどうしてですか？昨日休みが倒れたのって私と一緒の時ばかりでしょ？そして極めつけは夕べの肝試しね。何しろ私がミキに触れただけで、床先の椿の花が時確かに感じたのよ。私の中に何か大きな力が流れ込んできたの。心当たりを考えてみれば、私8年前にこの土地で死にかけてるし、あなたがそう思ったように実際の私は死んでいて、ここにいるのは鬼かもしれない。そんなこと。世の中何があるかわからないしね。はい。でもなんで怪しろなわけ？もしかして休みは怪しろのこと？私は翔子先輩が、好きだったから翔子先輩は襲えなかったのかも。それは納得いかないわね。休み。ミニワにやられてボロボロなんでしょ？私の力を吸いなさい。あ、でも。
デモも何も遠慮はいらないわよ。心遣いはありがたいんですけど、こうして巣に戻るとですね、ちょっとどうやって吸ったらいいのか。ああ。何分無意識だったもので。ダメ元だけど、休み、私、怪我してるわよね。はい。傷口、舐めてもらえるかしら。え？あ、首筋だと自分じゃ無理ですもんね。でも、唾液に消毒作用があるって言っても。一応消毒した後の方がいいかもしれないけど、正確には私の血を舐めてもらえる？私の血を飲んで。はい。ポカポカしてきて、体が熱いみたいです。気分悪くなったりしない？それは、大丈夫みたいです。
これ以上するとふやけちゃうかもしれないですし、ちゃんと治療しないとダメですよね。右は、そっちはもういいの？今はもう、あそこにいても無駄。え？かなり派手な血痕が残ってた。私は傷一つ負ってないし、オサノもそんなに激しくないでしょ。まあ、一応。その血痕、サラの森から降りてくる方から、踏み石の向こうまで。浦島の方に向かっていたわ。